えー、MK さん、302千円する方でございます。ありがとうございます。<の>えー、リョウさん、アーサルに三マ移籍の噂がありますが、サポーターとしては欲しいでしょうかと。うんいらないですね。う,ん,うん、マジで。むしろ、なんでってなりますもん。これで左で三マ取ったら。<laughs> うん、誰か出すんだったら、まだ、しもですけどね。なんでってなる。別に、三笘うんぬんじゃなくて、左ウインガーがマジで補強候補じゃないからです。 一番補強候補じゃないんじゃん。めっちゃうろってんだから、左ウィングが。え、a m さ z o n 3 2円すべてだよ。ございます。ミトマ、ビッグス行ってほしいな。いや、それはね。うん、わかるよ。わかる。見たいんだよな。可能性あるんだったらスパーズ。スパーズはでもどうなんでしょうね、あのチーム。あと、チェルシー。チェルシー。チェルシーもね。うん。左ウィングなんかそんな。うん。 まあ、人はいるけど、あのー、ファーストチョイスいな,くな,い,ないからな、うん、ナイテッドは、まあ、ラッシュのナチョいるって考えたらあれじゃないナイテッドはちょっとパンパンですな、うん、いやムドリックいるけどさもういつまでたってもムドリックの成長のためにあるクラブじゃないぞチェルシーはまあそうだな、うん、ムドリックの成長のために存在してるクラブじゃないからなムドリックがついてこれだれなきゃねそうよ切るまでだからなそうそうそうもっと上のクラブだぞチェルシーうん チンたらしてる暇は他と違ってないしなさらに。移籍するのではという噂がありますが、お二人は三マが移籍するならどこがいいと思いますか <laughs> にゃんにゃんコロすね、これ。三笘か、プレミアでってことでしょ、うん、まあ間違いなくブライトンから移籍されたらビッグシックスですよ。それはもう間違いなく。まあだってこっから上っつってもほとんどないもんね。ないっすね。ッ,ックス以外だとね、うん。ってなってくると、まあ消去法でいってきますまず、朝らはないと思いますね。朝らはない。 うん、まあ、つか、マルチトロいる時点で左ウィングはもう、うん、まあトロワントップもやりかもしれないけど。そうですね。うん。うまあ、アスルはない。んで、シティもないだろうと。まあ、ドク、グリー、そしてサビオが。サビオがもうなんか来るらしいから。うん。もうウィングパンパンであると左。そうですね。<laughs> うん、で、まあ、ユナイテッドも、まあ、ラッシュを置いていて、そもそもガルダチョ左の選手だしな。いや、そうなんだよな。うん。ユナイテッドもユナイテッドは割と充実がしている。そうですね。 って考えると残りは、あまあま、リバプールはまだ、あいやでも、ルイス・ディアスぐらい、割とその、ナチュラルな左やってるやつって。うん、うんま、そうだね。ま、一応ルイス・ディアスいるけどな、ルイス・ディアスもいろいろやったりするし。もう最近なんかいろいろやってるもんな。うん,うん、ただま、可能性はそこまで高くはないかなっていう。だ、うん、ってくると、チェルシーかスパーズ。チェルシーかスパーズはまだ、可能性あるかな、うそうね。ま、どうす スパーズは左損じゃなければっていうい。そもそもやっぱりさ、昨日のウルブス戦もね、見直してて思いましたけど、あのー、ワントップリッチ、左損より絶対ワントップ損の方がいいよねって思うんですよ。ほんとやっぱりなんかさ、なんか、アンジもう一周してねえかって感じあるんだけど、なんか、損ワントップでさ、左にさ、 別の選手を置いた方が、なんか、リッチーとか置きながら中に入ってきながらの方が、明らかにいい気がする。だって、ウルブセの損マジで、なんもなかったもんね。あのー、左に行くと。左損マジ渋いよな。あの、暗示キの左損がマジで渋いのよ。リッチーが生地結果出し始めたがゆえに。<laughs> そうごちゃごちゃになったか <laughs>。でもリ、リッ、チーもなんか左に持ちつつ、まあ、昨日の試合だったらさ、ウドジェとかいないからあれかもしんないけどさ。 なんか中に入りながらみたいな。そうか。そう。ってこと考えるんだったら、まあ、ティモいるとはいえ、ゼロじゃないよね。まあ、そうっすよね。うん、ティモって、買い取りとかついてるんだっけあれ。買ったんだっけいや、一応買い取りついてたっけそれ。買い取りついてたよ、ね。そう、ローンだけど。じゃあ、うん、どうかなわかんないけど。まあ、結構割とみんなね、ウィングもいるんすよね。そう考えたら、左ウィングにあの、ワンダーが集うチェルシーの方がか。<laughs> ワンダーキッズが多い中で。チェルシーの左ウィングがいまだに誰がベストなのかよく分かってないんだけど。ジャクソン左やるし、スターリングいるし、ムドリクっていうトリプルワンダーボーイたちが、チェルシーってやるから。もうあそこ、夢の劇場とかしちゃってるそうなんだよな。チェルシーの左サイド。本当に、シアドアムドリームスが開催され出るから。あそこがな。かけたらプレミアのビッグシックスで行ったら、 うん。あれかなって感じだけど。まあ他はどうでしょうね。まあバルサとか噂あるよね。まあ確かに、地方、イングランド以外とらえると、うんうん、まあバルサ。バルサはあるな。バイルンとかウィング困ってるとか言ってなかったっけいやー、まあでもそれあれでしょコマンが怪我ったからなのに。コマンがいないからっていうだけか。あー、なんだっけブライアン・サラゴサだっけあ取<ー>ったから。あ、そっか。 そうそうそうではバルサはそんな金ないだろうまあファティ絡めるとかで認まるかもしれないけどねうんだスタイル的にはアンジェの三笘とか面白そうだけどねスパーズ行ってね確かになうんハロー久しぶりだねみたいな感じになるんかねそうそう,うアンジェのサッカーで三笘とかだったらガンガン走れるチャンスあるだろうからちょっと楽しそうよな確かにな うん。それはバルサうん。バルサーやな,な。ただ、孫と三友が共演したら、さすがにちょっと胸熱いよね。さすがにちょっと見てみたいけどね。あんまり、かつてあったか、日本人と韓国人どっちもいるみたいな。それこそマジョルカのーの。ああ、ま、そうだね。イガン・イン・ケータケだな。ぐらいなもんかな。 そうよな。うん、ススさん円です。杉下3 2まであります。二度まプレミアではないですが、インテルとかで見たさあ,あります。プレミア以外のチームですみません。んあウィングバックとしてね。あーなるほどね。でも今、誰がやってんだディマルコか。今ディマルコじゃねあそうかそうかそうか。ディマルコもだいぶ今、熱いんじゃねえか。あーまあそうだな。う確かに352とかで普通にやっても楽しそうよな。確かにウィングバック、ウィングバックどうなんだろうね。うん 結局まあでき,できるけど、うん、あんまウィングバックとして使いたくない感じもあんのかなそうねうん個人的に誰々いるからどうだよねとか関係なく、うん、三笘が入って楽しそうなんか見てる分に、ねはいはい、楽しそうなのはリアプルとスパーズですねああねうん、うん、リアプルとスパーズはですねなんかもうスペースある分早いウインガーたちがみんな生き生きしとるそうねうんただああでも まあそのクロップ以降が分かんないけど分かんないけどね、うん、分かんないけどその2人はちょっと楽しそうよな <laughs> えっせい320ですあえ、ラヤといえば三マがプレミアで印象に残ってるキーパーでラヤと答えてましたよあそう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 ,そうちびっ子たちにねみんなあんま知らないと思うんだけどそのねっていう <laughs> ブレンフボードのゴールキーパーいいゴールキーパーだったっていう話してん、ね。<laughs> いや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  知っとけ三笘もそういう入りしなくて子供たち相手に「ラヤ」はちょっといや言っとくべきですけどね「<ー>ラヤっ、ね」っラヤ」でも相当あに日本だったらラ「ラジャ」なんかラャ <laughs>、まあ「ラヤ」「ラジャ」どっちでもいいんだけどみたいな,、うん、なんかヨーロッパかぶれみたいな <laughs> <laughs> ちびっ子たちがギリギリ知ってるプレミアのゴールキーパー誰だろう ああアリソンとかかになるんですかねいや、まあ、アリソンはギリギリじゃなくて、ね、知ってる人は多分知ってるじゃんあ,あそっかえみまるも多分知ってるじゃんあ,あ,あ確かにワールドカップで知ってそうです、うん、やっぱネトとかっすかネトはあんまネットは知らないっすかね皆さんどうでしょういいキーパーだと思いますけど、ね、あピックフォードか <laughs> ピックフォードいいピックフォードは中でもやっぱりキャラクターが強いで、ね、おなじみ確かにギリギリ知ってるやつは知ってるピックフォードぐらいか ピックフォードしてたら嬉しいですけどね。ああ、ただちょうどいいなピックフォードこれは。うん、<laughs> ピックフォードちょうどいいね。キャラクターだけで言えばもうプレミア何番目って <laughs> 過言ではない。<laughs> いやポープは行き過ぎだと思うよ。い<や>ポープはねー。ニックポーは行き過ぎだと思うんだよね。ちょっと渋めのセンスだ。うん